思え。さあ勾配よ、時代を駆けし者の力、見極め伝えてくれ。いいですよ。やすき、ユミコ様と足利さんにお願いされちゃいました。だからあなたを見極めます。いいとか悪いとか。では先へ行かせてもらおうか。炭を眺めるたしなみなど持ち合わせてはいないのでね。いやようで。卑弥呼様を信じてくれないのですか。皆の熱を拒してる、しかと感じているぞ。もう疲れちゃいました。ご神託によれば明日このまま伝令されては警戒を強められてしまいます。このひとときを遮るか。刑は実に愚かだ。命を灯せ、それが諸君に許された命。友よ、面白うない戦をした。主君として神どもの不義を詫びる。帝への布石にもできよう。見極めておいて無駄はなかろう。この口惜しさ、憤り、これが本当の戦なのか。自陣は影なのか。断じて。王国は死ぬ、形ばかりで無理。どうだ、足利の陣は驚くほどに使いやすだろう。どこか。やはり反逆者だけあって品がない。お前は下船は下船の者の武芸。それがしや手本を見せてやろう。見るべきものはあらかじめ見たね。流れよ、調べていこうか。これで情報を秘匿できる。全ては我が盤上の。どの軍勢がここまで圧倒されるか。凄まじいまでの誠意だ友よ。よい、優れた技あらば。お前はヨシテル様の糧となるがよい。物足りんという顔をしているな。隠さずともよい。世にはわかる。その方らが恩客のものであったとは思いたくない。盛んの場はこちらか。見事。友よ、望むものを申せ。太刀ならば、王天た密用を使わそうぞ。
惑わず臆せず心の欲するままに行け。世のあった場所はその先だ。いざ。そなたが帝にもたらす勝利や妖で、私はそれを見極めねばなりません。感謝せよ、ヨシテル様が機械を授けてくださったのだ。なぜそなたを討つ。我が立場と寂しい。実に興味深い。私が帝に本意するとでもお考えかな。今以上に振るわれよ。出なければ帝に越権はならぬぞ。我が立ち我が天にあら。世に等しきものなどない。無論ケイと私もだ。かの者の魂しかと見極めねえ。道楽に過ぎないよ。完全なる器よ、軽な底には何がある。賢き友よ、それを見せてくれるのだろう。勾配をすべて打ち進んだはその方だ。見事だ友よ。その方こそが世の待ち望んだ伝令よ。ケイから賜るべきものは今はまだ事の葉に乗せるべきではないな。これよ、これが世の望むもの。命を賭してこそ限ろう新しき時代の熱よ。熱か、この胸にかすかに灯る。これがそうだというのかね。世はここまでだ。友よ、人々を導け、新しい世界へと。火の音、死の音、いささか飽きたが耳にしたいものだ。私を変えるほどの音色を。